それではまずは両足ジャンプです。そんな基本中の基本できるよ滝沢っていう方もねいらっしゃるかとは思うんですが、ぜひ両足ジャンプでしっかりできるまで練習してください。まずいろいろな状況でできるということがすごく大切になります。止まったところで両足ジャンプできるのはもちろん、直角行で滑っていっている時に両足ジャンプ、そしてさらには斜面を横に移動しながら両足ジャンプができるようになるまで練習してください。初心者の頃にやった木の葉落としっていうのをやりましたよね。あの状態でも両足でジャンプできる。それがかかと側、つま先側、両方できるように練習していてください。これができるようになれば、バランスの取れた上下運動をしっかりできる感覚を磨くことができます。それでね、3つのコツをお伝えしたいと思います。1つ目大切なのは足ではなくて上半身で、ジャンプをするってことを意識してあげてください。足を使いすぎるとバランスを崩しやすいです。ですから上半身をしっかり引き上げる動作をね、入れることで、安定してジャンプができますので、こちら上半身しっかり意識するようにしましょう。そして2つ目に関しては頭を板から外さないようにジャンプをするように意識をしてあげてください。どういうことかというと、頭というのは重たいパーツなので板から外れた状態でジャンプをするとバランスを崩しやすくなります。なので板の上に頭が乗ってる状態で膝を使って上下運動をするようにしてあげるとまっすぐ、飛びやすく、なりますので、まあ、垂直飛びをするようにこういうね頭を振ってジャンプはしないようにしてあげてください。そして3つ目は進行方向を見るようにしましょう。足元を見ない、これすごく大切となります。どうしてもグラトリはね足元の動き気になってしまうので目線が下がりがちです。目線が下がると顎が下がって首が折れて猫背になってしまって、全体的に姿勢の悪い姿勢、頭が板からはみ出た姿勢、バランスの取れない姿勢になりがちです。ですから進行方向をしっかり見ることで、はい、先ほど説明した、はい、頭の位置っていうね、ちゃんとバランスの取れるしキープしやすくなりますので、これ実際試してみてください。まずは両足ジャンプしっかり練習しましょう。